熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医、株式会社セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はい、今回はですね、冷却塔に設置された電気伝導率計のですね、数値が高くなるという問題についてお話をしたいと思います。私たちポータブルのですね、電気伝導率計を持って点検に回ってまして、そして現場のですね、現場に設置された電気伝導率計とですね、数値が狂ってないかっていうのをですね、日頃点検で確認を行っております。で、これなぜ確認を行うかと言いますと、導電率計というのはですね、こうなんか知らんけど じわじわとですね、数値が狂ってくるっていうことがありまして、その数値を狂ったまま水質を管理していると濃縮が高くなったりとかですね、あとブローのしすぎとかですね、いろんな問題が関わってきます。で、正確に水質管理ができなくなるんで、それを私たちがポータブルのタイプとですね、数値を照らし合わせて数値が狂っているようであればですね、その原因を探っていくということを行っております。で、この電気伝導率計の数値がですね、じゃあ狂っている時は何が原因かと言いますと、そのセンサーのですね、不具合、導電率のセンサー、冷却水の中にセンサーをつけてる、浸食させてるんですけどね。で、それが数値がだんだん狂ってくる。で、何らかの不具合が起こって、そうですね、数値が実際の数値とはかけ離れていると。で、もうその時はですね、センサーの故障として、センサーの取り替えなんかがですね、必要となるのかなと。で、あとですね、そうですね、例えば、数値が来る、あんまりね、ないんですけどね、それとかですね、そのセンサー自体をですね、構成してやる必要もあります。測定機器なんで、こういったじわじわですね、数値が狂ってくるっていうことがあるんで、装置でですね、機械の数値を補正してやるという、そういった機能がついているタイプのですね、導電率計については、そういった構成の作業を行ったりしています。で、常にですね、水質を正確な値で読み取るっていうことはですね、非常にその水の管理を行う上ではとても重要になります。はい、そうしたですね、冷却水のですね、水質でお困りの方、こういったペットボトルにですね、冷却水を入れてですね、弊社の方にお送りいただきますと、今冷却水の無料診断サービスというのを行っております。で、水の分析を行ってですね、その水に含まれる成分、スケールの元となる成分とかですね、サビの原因とかですね、そういったものを調査して、改善方法をですね、ご提案しているといったことを行っておりますので、ぜひ、冷却水のトラブルでお困りでしたら、こういった形のペットボトルでですね、当社までお送りいただければなというふうに思っております。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水、最近なーって全然冷却水が非言語になったなとかですね、冷却水の配管がスケールで詰まって流れんとかですね、ストレーナーが頻繁に詰まるとかですね、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジンと検索をいただけますと、弊社の詳しい情報をご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。